なんだ、これ。人の形してっけど、まさか。やめて！布、めくってみる。やめてって！下から覗くだけだって。あいつらの誰かでないって、安心したいだろ。脅かしやがる。どこにでもある人体模型だよ。悪い。調子に乗った。お願いだから、意味なく脅かしたりは、絶対やめて。おう。先生、ごめんなさい。私の読みが甘すぎました。ここは今までにカンパしてきたような簡単な霊磁場ではありませんでした。一刻も早くここから脱出しないと本当に危険です。逆打ちで下に、殺され、が、服、って言って、のかしているレイジとほな、このままのです。何かません。引き続き捜査を進めます。どうかどうかご無事で。先生、会いたい、会いたいよ。頭、撫でてほしいよ。血の染みがひどくて、読めないや。マジで知らない。もう嫌、嫌。篠崎、逃げろ！捕まったら殺されるぞ！
この髪。見ているだけで、頭が痛くなってくる。すごい思念がこもっている感じ。なほ、さん。あら、ごきげんよう、篠崎あゆみさん。ナホさん、私の調べた情報を提供します。興味あります。伺いましょう。幸子があの事件の犯人？それは知りませんでした。なるほど。有益な情報をありがとう。ですが、あなたのたどり着いたその答えでは半分です。幸子が何者かという謎にたどり着いていない。この学校の真相にはまだ先がある。私はある人を探さねばならないのです。忙しいので、それでは。まだ、話は終わっていません。もうあなたには興味ありませんので。職員室にいたあの男子。兄弟であれ、クラスメイトであれ。愛のつながりで必死に動いている。ああいう人たちの営みをもっと見ていたいのです。ナホさん、幻滅しました。あら、どうしてかしら？私に好意を持っていただけていたのでは？これ！幸せの幸子さんって何？篠崎家の廃屋って何よ！篠崎幸子のおまじない清純法逆打ち法メモ。幸せの幸子さん清純法。スペルトリガー幸子さんお願いしますを。参加人数に幸子の一人分を加えた回数となえ、専用の片代を引きちぎる。片代は篠崎家廃屋からサルベージしたオリジナルでなくても、デジタルを介した複製品でも効用はあるようだ。成功すると霊は素通りし、特に何も起きないが、失敗すると霊媒素質のある者に幸子の霊が降り、その場にいた者全員が呪いに侵され、そのまま霊場に連れて行かれる。逆打ち法、幸子の霊を怒らせた場合の対処法、
清純法をそのまま逆に行えば可能。具体的には多分あなたはわざと失敗するようにあの呪いの方法をブログに書いてる。先生のためでしょう。あなたの愛する響先生の作品のため。犠牲者はサンプルは多い方がいいから。何がおかしいの。知るか、釣りだよ釣り。釣り、何言ってんだ。嘘ってことよ。ネットに載ってる情報を鵜呑みにするやつがバカなんだよ、バーカ。動揺してるわね。想像してなかった。こんなことになるとまで思わなかった。あなたの勝手な都合でどれだけたくさんの人がもがき苦しんで死んでいったか。幸子さんの呪いを全国に拡大させたのはあなたよ。知ったことか。先生が、先生が笑ってくれるんだ。私が頑張れば。先生、私の可愛い先生。先生のためなら何だってするわ。お前みたいなオカルトかぶれはその辺で腐って匂ってろよ。幻滅、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 やだもう。先生のお仕事は私が守る。邪魔をする人は許さない。ナホさん、あなたはここで亡くなっている。はい、覚えていますか。死んだ時の記憶、何を見つめて死んでいったのか。いいえ、そこだけが見えないのです。いくら脳を掘り起こしても思い出せない。あなたの身勝手の結果、あなたは最愛の人を失ってる。え？覚えていないのね。あなたが絶望して人で亡くなった時、何があったのか。特別な力を持っているから、あなたはそのまま黒化して学校に吸収されなかったみたいだけど。思い出した？あなたが殺したのよ。最愛の人、響先生を、あなた自身が取り殺してしまった。
ジかよ。森重も、あの様子だと、助かっていない、と、思う。あとの希望は、ユイ先生か。あとはとか言わないで！終わり。死んでいったみんなも、きっと俺たちにまでここで死んでほしくないに決まってる。繋ぐんだ。みんなの脱出したいって意志を、命のバトンを。逆打ちの方法は分かったんだし、こんな状況だけど、希望は見えてきた。もう少しだ。ユイ先生を見つけて、ここから出るぞ。おう。うん。そうだ。中島さん、これ。私の学生証。それと、ごめんね。逆打ちの方法を知ったのなら、不安だったでしょ？うん。うん。切れ端、もうなくさないでね。ありがとう！すごく嬉しい！篠崎、助かったよ。よく見つけてくれていたな。どういたしまして。そう。でもね、これを見て。さっき、奈穂さんと、会った後、見直してみたら、血のシミが取れてたの。先生、ごめんなさい。私の読みが甘すぎました。ここは今までにカンパしてきたような簡単な霊地場ではありませんでした。一刻も早くここから脱出しないと本当に危険です。逆打ちで簡単に戻れると思ったのに、斬殺された幼い魂が磁場に複雑に絡まっていて、このままでは使えません。逆打ちを使うにはまずこの子たちの怨念を何とか除霊して包囲している霊地場のゲートをほどかなければ。このままの状態で使うと逆に危険です。何が起こるか分かりません。この天神小学校の周囲を、ゆきちゃんたち子供の霊が、霊地場を作って包んでいる。だから、このまま逆打ちを行っても、霊地場が邪魔をして、帰れないってこと。やはり、幸子の残業を引き出して、子供の霊を成仏させなきゃならないのか。うん。頑張ろう。もう少しだよ。We'll be right back.
何これ。遮断しろ。泳いでくるんだ。よし、よし、もう少しだ。よし。ああ、じっとしてろ。全部取ってやれ。よし、もう大丈夫だ。立てるか。さ、肩を貸すから。一人になってはいけない。ここに来たのは我々が一番ではなかったらしい。すでに何人かの先達がいた。みんな一様に死ぬか。この校舎に食われていた。
食われるという表現を使う理由がある。この学校を包んでいる巨大な呪い、それに深く心が蝕まれてしまう。すなわち心の隙を作ることは自殺行為に等しい。深い絶望や孤独感に心をつかまれると、あっという間に呪いに心を侵食されてしまう。結果、肉体は壊死をはじめ、魂は消し炭のように真っ黒になり、我々はこれを国家と呼ぶが、この校舎に吸収され、その一部とされてしまう。例外として、肉体は蝕まれずに、激しい思念のみが残留し、焼き付いたりすることもあるようだ。ほとんどの場合、魂はその場に固定され、成仏もできずに、永遠にそこに留まり続けることになる。こうしてこの学校は、犠牲者を喰らい、どんどん膨張を続けているようだ。ゾッとする。この霊場との接触方法、幸子のまじないも。現世で世間に公開していたら、この被害がさらに拡大するところだった。この第4回も、次回の第5回も、読者は私と同じく監禁された犠牲者ということになってしまった。しかしせめて生き残るための参考になればと思う。読者のあなたに希望を残したらと願ってやまないのだ。第5回も楽しみにしていてほしい。助手の田口君はどこかへ消えてしまった。一人になった私はもう帰ることができなくなった。だが私は書き続ける。使命だからだ。何が起こっても命ある限り、手が動く限り書き続ける。本当になんか。